シュークリーム。シュークリームは、中が空洞になるように焼いた生地にカスタードクリームなどを詰めた洋菓子の一種。フランス語で、シューアラクレームと呼ばれる菓子である。詰めるクリームについては、洋菓子店、各メーカーなどによって、チョコレートクリームや果汁を使ったクリームなど、様々なバリエーションが存在する。プロフィトロール。フランス語の種と、 英語のクリームからなる和製外来語。フランス語では、シューアラクレームという。シューとはフランス語で、キャベツ、白菜等の葉野菜や、ハボタン等の植物などの総称だが、ここではキャベツを意味し、丸く絞り出して焼いた生地を結球したキャベツに見立てて、シューと呼ぶ。生の生地は、パーテやシューと呼ばれる。誤解例が未だに参見するが、英語の靴とは関係はなく、 仮に、英語圏で、シュークリームといった場合には、当該洋菓子のことを意味しない。また、一口サイズの小さなシュークリームを、プロフィートロールという。特に、チョコレートソースをかけたプロフィートロールをショコラを意味する、こともある。英語圏では、クリームパフ、あるいは、主に英国では、プロフィートロールとして知られている。シュ生地の原型は、揚げシュであるとされる。 現代の州の由来は、諸説あるが、一般的には1553年に、メディチケのカトリーヌ姫が腰入れした際に、お抱え、菓子職人のポプリーヌによって、フランスに伝わったとされる。この時点ではチブサを意味する、ププランの名で呼ばれていたが、その後の1760年に、ジャン・アビスが完成させたと言われる。日本に伝えたのは、幕末に、横浜で、 西洋菓子店、横浜85番館を開いたサミュエル・ピエールが、最初である。1883年に、米津和樹堂から販売している。一般に広まったのは冷蔵庫が普及する昭和30年代からで、ある。現代フランスにおいては、日本の菓子店で見るようなシンプルなシュークリームは、シューエール・アンシエーヌと呼ばれている。1990年代のパリでは、 家庭で作ることもできる菓子と考えられていたこともあり、一般に店頭に並ぶ菓子ではなかった。シュー生地を用いながらもエクレア、サントノレ、パリブレストといった別の食感を付加した歌詞が好まれる傾向があると言われていた。2010年代、パリでは一つのスイーツに特化した専門店がブームとなり、2011年には北マレにシュークリーム専門店、ポペリーニ、 2013年には、オデットパリがオープンした。パリのポペリーニや、オデットパリなどのシュー生地は、シュークラックランと呼ばれるざっくりした食感の生地を使ったものである。パリブレスト。近年は、大型のシュークリームも販売されている。また、表面に、クッキー生地を使った、クッキーシューや、カスタードクリームの代わりに、チョコレートや、ホイップクリーム、コクランなどを入れた代わりだねや、 アイスクリームを詰めたシューアイスなども販売されている。同じシュー生地から作るフランスの伝統菓子にエクレア、クロカンブッシュ、シューケットなどがある。シュー生地を使った菓子として白鳥型のスワンがある。また自転車競技のパリブレストパリの開催記念に創作されたパリブレストは自転車レースの記念品らしく自転車の車輪をかたどり円環状に生地を仕上げ、 その中にクリームを加えたバタークリームが多いを詰めて仕上げる。日本におけるメーカー。ありがとうございます。